スタートの仕掛けが、針がグレバリの6号、ハリス2号を一拾、浮きが水中機の仕掛けですね。水中機が 2B、当たり浮きが 3B です。あとは、重りを足して調整します。今のところ重り打ってないですね。これで様子見て。いや、残ってる。うん、来ましたね。いや、そんなでもないかな。風が強くてよく重さがわかんないぐらい。メジナーはメジナーっすよ、これね。よし、メジナー。久々にメジナーを釣ったって感じがする。餌は、沖まで流すと取られてました。ただ僕の方はこれ今2キロぐらいあるじゃないですか。だから分かんないですね、どれぐらいで食ってるのかがね。30ぐらいですね。うん、だから口太だしよかった。これがこれがお腹だと当てにならないですけどね。結構大きいですか？いや、大きいじゃないです。竿1本半ぐらい先。そうですね。沖行きますでしょ。行きますよ。沖に行きます。だからもうそこにコマスってますよ。そうですね。そう。それでもう。そうそう。そうです、そうです。よいしょ。そうですね、30、32と33の間ぐらい。ね。あ、33ぐらいあるんですか。ね。いいっすんだけどね、これぐらいあればね。あ、いいっす。うん。痩せっぽっちってわけでもないですよ、これね。ハリスの真ん中あたりにこのジンタの4を一つ打ちました。どの筋がどう流れるかっていうか分かんないですね。うん、分かんないですね。バラバラで。結構沖に行っても当たり出んのかな。あー、来た。ん？来たよ。ハリスにジンタンって、これアイゴだ、アイサキだ。おー、これ、ね、ちょうど本当の塩焼きサイズのやつが来た。塩焼きですね。塩焼きですね。すごい。ハリスにジンタンもう無理くり言って、ほんでこうやってグッて張ってたんですよ。あ、もう完全に張った。そうです、そうです、張った状態です。そうです、そうです。はい、さっき。
来ました、来ました。ちょっとサイズアップしましたよ。あ、いや、深いですね。二広は絶対ある。ちょっと。OK。ああ。読めないですね。さっきあれ手前にコマセ打ってるとき浮いてくるのがちょっと見えたりしましたからね。だからもう全然わからない、わかんないですね。6号の針でもがっつり飲み込んでますよ。6号なんですよ、僕ずっと。よっしゃ、とりあえず30、35です。お、サイズアップしたね。ああ、メジナ、メジナ。メジナだ。うん。タモ入れづらいですよ、わかります。タモ入れづらいでしょ。もう塩かなり引いてるからね。ああ。オッケー。ナイスでした。チキちゃん、棚浅めだった？浅い？わかったわかった、じゃあ。そうだね。ああ。ちょっと今変えてみますよ。0号と00号の間の浮力の浮き単体のやつに変えました。板生でこうやって張ってるんで、おそらく00か00とトリプル0の間ぐらいになってると思います。はい、針をグレバリの4号に落としました。そうですね、まあそれでも餌に触ってますからね。ちょっとま、針だけ小さくして様子見てみます。やっぱ、ほんと浅いとこで当たってるんだね。当たりますね。触るんですよ、ちゃんとね。よしった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 。
うん、まあまあですね、それでも。よいしょ。やっぱ針の大きさ関係あるね。6号から4号に落とさなかったら全然何も全然食い込まれた。そう、餌もなんかかじられて終わってたもん。ちょっと痩せてるけど、30これで35センチとかなんだ。痩せてるから分かんなかった。35ありますよこれ。なんか太鼓あっていいですね、やっぱね。頭当たった。よいしょ。これなかなかじゃないですか。うん、いける。うん、なかなかですよ。一瞬なんか張り付かれたのかなと思って。うん、結構下げてるんですね、これ。うん、35、6だね。6だね、36ぐらいあるな。分かんないけど、太鼓があるからやっぱり、ね、うん、元気ですよ、メジナがね。うん、いいや、はい、じゃあこの調子で頑張りましょう。ありますね。なかなかです、なかなかです。あるある。棚どれぐらいですか、今。1広ぐらいですか今ね、もう、うん、あのスルスルにして。ああ、なるほど。あれ傷ついてる？一回入られた時ですよ。ああ。ハリス2広、誘導1広にして水中機の仕掛けに帰ってみました。いや、当たらないですね。うん、餌取らないですね。厄介ですね。2ヒロまで入れたら普通なんか餌にちょっとこう何かしらの変化はあっていいじゃないですか。どこで使うか分かんない。そう、分かんない。だから深いところも正直やっぱり捨てづらいですよね。やっぱあんだけ見えててそれでやっぱ浅いところで食わないって、だから多分下になればなるほど安心感はあるはずなんですよね。そうそうそう、うん、ね。じゃあ何かに警戒して、そうです。行かないやつがいて、うん、そうですね。来たのか。分かんないですね。しゃ、ハリスを一広まで詰めました。で、針をグレバリー4号に落としました。これで様子見てみましょう。左の人たち終わりましたね。
やっとですよ。まあサイズはそんなでもないですけど嬉しいわ。ねえ、ねえ。ほら。ないっすね。うん。よっしゃ、暴れんな暴れんな。そうですね。渋い。早い、はい、ありがとう。あ、ちょっといいサイズだよ。ねえ。ぶり上げちゃダメよ、せいちゃん。食うときはね、当たりはもう明確に出ますよね。やっぱりやる気あるやつもいるんですよ、中には。残ったり取られたりでしょ。そう。だから安定しないですよ、だからずっとね。ただやっぱり食うときはもう浅いっていうのはね、それは間違いなさそう。メジナだ。ダメ？あ、当たりはあるんですよね。当たりは出てるでしょ？うん。ちょっと渋いっすよね。間違いなく渋い。いやいや、多分そんなでもないですね。やばいやばい、ありがとうございます。いや、そんなでもないですよ。どうもありがとうございます。まあまあ、しげちゃんのさっきのと同じぐらい、うん、それぐらいですね。7ぐらい、37ぐらいですね。あ、僕と水田の、ありがとうございます。どうですか、ちょっとバッチリ、ありがとうございます。あ、横にこれで、あれですか。あんまりこうやったことないから下手ですよね。どうやって持ち、はい、OK、 ありがとうございます。
乗らないし、やっぱ離してる。あれ、まあいい当たりだけどな。ダメだ、針がない。針をグレバリの6号にあげました。あ、石積みだな。今の石積みでしょ。うん、見えてたんですよね。当たりも強烈だし。だけど分かんないですけどね。うん。来た。違う？